またね大阪に来ておりますと、夜9時過ぎなので結構店はねすごい閉まってます。心斎橋ですかね、はい、ネットカフェがオープンしたらしいんでちょっとそちらにね、泊まりたいと思ってます。ホテルよりも安い12時間2100円平日、いいね。ということで本日泊まらせていただくのはこちら、8月27日にオープンした最新型のネットカフェキャビネットさん。場所は心斎橋駅から徒歩1分という好立地。このビルみたいですね。では早速入ってみましょう。ビルの4階と5階部分がキャビネットさんです。料金体系がこちらですね。今日は12時間滞在しようと思いますので2100円ですね。2人で宿泊した方が得みたいですね。4階にフロントがあり、料金は前払い制です。他と違うのは会員カード作成が必要なく、身分証の提示の必要がありません。受付をすると鍵を受け取るのですが、左の青いキーホルダー付きの鍵が男性用、右の鍵が女性用です。女性の鍵の根元が電子キーの役割を果たしていて、女性専用フロアへの鍵になります。男性は女性フロアに入れないので女性にとっては安心なのではないでしょうか。今回は取材のためお店の管理者立ち会いのもと特別に中に入らせていただきました。しかしドアドアドアで部屋数多いですね。これじゃ部屋は狭いんじゃないですか。いえいえそんなことはありません。見てください、大人2人分寝そべることのできるスペースを兼ね備えていて、かつ防音設計だそうで音が漏れにくくなっているとのことです。さらに見ていきましょう。女性専用フロアに自動販売機もあり、シンクにはレンジとポットも完備。シャワールームも女性専用フロアにあり、10分100円で利用することができます。特徴的なのはこちら見てください。シャワールームの脱衣所なんですが、かなり広くないですか。コンサートや旅行で大きいキャリーケースを持ってこられたお客様も快適にシャワーだけ浴びていただくことも考えられた作りになってるんだそうです。私のバッグを実際に置いてみたんですが、これはかなり広いですね。シャンプー、コンディショナー、ボディソープはついていますよ。シャワーだけのお客様は入室料200円がかかります。トイレも女性専用フロアについていて、かつ5階の共用フロアにも女性用トイレがついています。パウダールームは女優ミラーを採用。芸能人の楽屋のようなパウダールームとなっております。男の僕にはよくわからんですがかなり明るいですね。こちらも200円でパウダールームだけど利用も可能だそうです。女性専用フロアに洗濯機、乾燥機もついているので安心ですね。それでは私が泊まらせていただく5階の共用フロアに行ってみましょう。私がお借りさせていただくのは520号室。気になるその広さは、こちらは先ほどと一緒で大人2人快適に寝ることのできる広さのスペースです。壁にあるつまみで明るさが調整できます。天井に空調を調整できるつまみがあり、ちょっと冷房が強かったので私は閉めて調整しました。早速寝そべってみました。靴を置く側は165センチぐらいまでの方なら足を伸ばすそうです。反対側は180センチの方でも足を伸ばして横になれそうです。ちなみに私は157センチなのでもう快適ですよ。あ、テレビも普通に見ることができるんですね。当然ネットサーフィンもできます。いや、これは快適だ。フロントでタブレットも無料で借りることができ、漫画、映画などの電子コンテンツがなんと20万点以上見放題だそうです。私は夜な夜な大好きなホラー映画をずっと見てましたね。フロントで iPhone、Android、Type-C 各コードを無料で借りることができ、USB タイプのコンセントから直接充電可能です。さて、映画もたくさん見ましたので、寝るとしますか。おやすみなさーい。そして、朝です。コンビニが1階にあり、2階にコメダコーヒー店さんがあります。朝11時までであればドリンクを頼むとモーニング無料とのことでこちらを頼みました。美味しかったです。とても快適に過ごすことができました。さて退出と、ちょっとその前にシャツが汗臭くなっているので洗濯物して着替えていきましょうか。洗濯機は洗剤付きで300円、乾燥機は30分100円です。帰りフロントにスタッフがいなければこちらに鍵を返すだけで OK。 快適に過ごせました。よかったです。それでは次の
宿泊施設に向かうとしましょうか。大阪にオープンした新型のネットカフェは、女性にも安心できるようたくさんの配慮が詰まったリーズナブルなネットカフェでした。今後はこういった形が主流になるんでしょうかね。それでは次に行くとしますか。このチャンネルでは今後もいろんな街の宿泊施設や景色、現地の食べ物などを不定期で上げていきます。ぜひこの機会にチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。